お前だけには絶対に負けない。どうも、地下からニョキッとギワチンです。ゴジラ対コングの公開が迫る中、ゴジラの背中を押すかのようにゴジラの最新のガシャポンが発売されました。それがこちら、 HGD プラスゴジラ05、全4種の1回500円、対象年齢は15歳以上。なぜだ、未来人の策略か。ではね、もう後ろのシルエットがすごく気になりますが、早速開封していきましょう。はい、まずね、いつも通りこんな感じでガシャポンにゴジラ05と印字されたビニールが巻かれています。これを抜く、抜けんだよ。そうすると G 細胞が出てきます。これを開けます。そしてフィギュアと一旦さよならします。 G 細胞のこちら側のてっぺんを取り外して、いつもと同じでこんな感じで下からはめるんだよね。そうだね、プロテインだね。そして台座とビルを用意して、ここの台座のここの突起にこの穴をはめ込みます。よし、そしてこの台座にはめます。今回ちょっとプラプラしますね。最後にフィギュアを組み立てて台座の上に置いてやれば、ゴジラ1991の完成。こちらは1991年に公開されたゴジラ対キングギドラに登場したゴジラで、通称ギドゴジ。前作のビオゴジからタイムパラドックスによるなんやかんやの影響で身長が80メートルから100メートルにパワーアップした時をかけるマッスルゴジラです。高さは台座を含めると 8.5 センチほど、台座なしだとフィギュアは 6.5 センチほどになります。なので台座は約2センチという計算ですね。これテストに出ます。素材はカプセルが ABS で、台座とフィギュアが PVC でかなり軽いです。今年一発目。サイズ感は前段のモゲゴジとほとんど同じですね。そして僕が愛用しているリップグリムとほぼ同じ高さです。このギドゴジは元祖マッスルゴジラと呼んでるんですけど、いや、かなり再現度高いよ。これギドゴジやん、ギドゴジやん。顔面の再現度がめちゃくちゃ高い。このちょっと出っ張った頭もそうなんだけど、このちょっと斜め上からの角度、ちょっとこの影に隠れるような、これほんとギドゴジや。正直このミニブックのこの下からの角度はあんま似てないんじゃないかなって思ったんだけど、ところがどっこい、めちゃくちゃ再現度高いわ。っていうかね、こっちの角度の方がいいと思う。今からでもこれプロモーション変えよう。この若干上からの角度の再現度めっちゃ高い。でね、この目もすごいの。しっかり白目を排除してギドゴジの特徴も掴んでるし、オレンジ色の彩色の中に黒目もしっかり彩色されてるんだよね。このなんだろう、奥行き感っていうか立体感、いやすごい。これ正直前回のモゲゴジは若干目の彩色がのっぺりしてるなと思ったんだけど、今回はそれがうまい具合に改善されてますね。いやでも彩色のバランスを少し変えただけでここまで印象変わるんだね。で、下からの角度も全然悪いわけじゃなくて、この牙のギザギザ感もいい味出してますよね。彩色されてるだけじゃなくて、しっかり彫られていて造形されてるんですよね。この辺の奥行き感もフィギュアに説得力を出してますよね。わあ、前からのこのボリューミーな感じとか、ギドゴジ特有のこの非常に発達した大胸筋、そしてちょっとこのくびれがある感じ、ボンキュッボンな感じも本当にギドゴジなんだよな。北海道バージョンかな。そしてこの下半身のこのムチムチ感、東方30センチシリーズですか。この辺の足がちょっとくしゃってなった着ぐるみのたるみ感っていうのかな、その辺もこのガシャポンで再現できてますよね。素晴らしい。表面のこのモールド感も前回のモゲゴジ同様非常に自然で、なおかつ再現度が高いんだよな。この下半身周りの造形とかでっかいフィギュア見てるみたいだもんな。今まで発売された平成シリーズのゴジラで比較すると分かりやすいんですけど、このモゲゴジを境に造形のコンセプトが確実に変わってますよね。このビオゴジは第2弾のものなんですが、結構モールド感が激しめで独特な造形になってました。まあこれはこれで嫌いじゃないんだけどね。それがこのモゲゴジあたりから自然でかつ劇中に忠実な造形に変わりました。癖がないですね。うん、本当にこう再現度が高いです。そしてこの背びれ、この後ろ姿の、うわ、再現度高いな。素晴らしい。このギドゴジのシルエット、あふれんばかりの力強さがこの小さいフィギュアからもひしひしと伝わってきますね。また背びれはこうツヤがちょっと消されていて、ボディとのメリハリが効いていて非常に映えてます。いや、いいですね。この尻尾の
美しい曲線もギドゴジっていう感じで素晴らしいです。いや、このギドゴジラインがめちゃくちゃ好きなんですよ。美しい。今までの HGD プラスのゴジラと比較しても、まあ、やっぱりね、この第4弾を境にフィギュア自体が少し小さくなった感じがしますが、この造形のクオリティというか安定感は前弾から確実に上がったように思えます。そしてこれおせちについていたキャストさんのギドゴジなんですけど、これはめちゃくちゃクオリティ高いんですけど、こと造形の忠実度だけに関して言えば今回の HG の方がいいんじゃないかなって思うほどです。それぐらい素晴らしい。そしてこの台座なんですが、この台座の部分は新規造形ですね。そしてこのビルの瓦礫かな、これもしっかりと彩色されていて、こんな感じで固定もできるし、これのみで置けるところもいいですね。で、今回のビルも今までとどれとも被ってなくて新規造形ですね。ただこの左右の穴は何なんだろう。特に入れるものはなかったんですけど、ちょっとだけ残念だなと思ったのは、前段のこの台座はね、しっかりこうはまってたというかパカパカしなかったんですよね。これすごい良かったなと思ったんですけど、今回はまたこう第1段とか第2段に戻ってパカパカしてるっていうところですね。まあ上にフィギュアを置くからそこまで気にはなんないんですけど、何はともあれ非常に素晴らしい出来で幸先いいですよ。では続いてのガシャポを開封していきましょう。続いてはこちらなんですが、ニッパーでこの不要な部分を切り取らなければいけません。おいしょ、切るとこ間違いないように、そしてこうやって組み立てていくとキングギドラの完成。はい、こちらもですね、1991年に公開されたゴジラ対キングギドラに登場したキングギドラで、3体のドラッドという気持ち悪い可愛らしいペットが未来人の策略によって核エネルギーを吸収し合体進化した姿になります。ゴジラの永遠のライバルです。こちらフィギュア自体の高さは8センチほどになります。いやー、来ましたね VS キングギドラ。めちゃくちゃクオリティ高いぞ。シルエットが完璧だ。あーすごい、この造形ですよ。素晴らしすぎる。鼻とかさ、牙とか毛が細かい。瞳は黒目でちょんって塗られてるだけで、まあ猫目は再現されてないんだけど、こう造形が素晴らしすぎるから全く違和感ないですね。特に引いた時とかに、すごい。あ、下顎のこのヒゲのような造形も抜かりないな。あとやっぱこの首のくねらせ方、この躍動感が素晴らしいね。この真ん中の子が特にいい味出してますね。鱗やトゲトゲの造形も細かいです。この豊満なわがままボディも健在だし、いや鱗の立体感すごいな。本当にギドラっていう感じです。そして羽の形もこう躍動感あって美しい曲線を描いてますね。鱗はリアルだな本当。この辺ね、シワとかもよくよく再現されてますね。劇中よりもより黄金味が強いですね。光り輝いています。羽の形がすごく綺麗。あ、でね、ちょっとここが取れやすいので、こうちょっと気になる方は接着剤とかでねしっかり固定してもいいかもしんないですね。ガシャポンなんだけど羽もそこまで小さくなくて、こうバランスがいいんだよね。そしてこの2本の尻尾も、わあ、いい造形だ。しっかりとこうね、忠実に作られてますね。素晴らしい。はい、そして約25年前に発売された HG のキングギドラと比較。やっぱり今回のキングギドラは非常に黄金色が強くて、モンスターアーツのスペシャルカラーバージョンのような彩色になってますね。で、2体のサイズ感は似てるんですけど、やっぱり躍動感とか、この造形の細かさが全然違います。この横から見た体のボリュームも全然違うし、まあ、ちょっと首が短めかなって思ったんだけど、こうフィギュアに動きがあるせいか非常にこうバランスがよく見えるんですよね。尻尾が大きかったりとか迫力がやっぱり違います。未来人の力によって造形が格段にアップしたキングギドラ。はい、そして第1弾のキングギドラ2019と比較。やっぱこうやって見るとこのキングギドラ羽めちゃくちゃでかいし顔がちっちゃいね。でもこのドハギドラは成形色多めだったんだけど、今回のギドラはしっかりメタリックで彩色されてるから、こう高級感が出てますよね。そしてそしてギドラの横にはやっぱりゴジラに限るね。うわー、やばいなこれ。冒頭のシーンの再現だ。まあね、やっぱりガシャポンだからキングギドラがちょっとちっちゃいけど、それを補ってあまり余るだけの造形。造形の設定独力が半端ない。このギドゴジのマッスルボディを凌駕するような
この黄金のボディ、いや本当にギドラの小ささをあんまり感じさせない素晴らしい造形。いやでも十分なサイズだと思いますね。コストによってもっとちっちゃく作られててもおかしくなかったと思う。頑張りました。最後に前段のスペゴジと、いやいいね、この調子で VS シリーズの怪獣がどんどん発売されてほしいです。そして台座はこの引力光線のエフェクトがついてました。こんな感じでクリアになっていて、ここの穴にはめます。なので先ほどの台座の左右の穴はそういうことだったんですよね。だから使い回しですね。いや素晴らしい造形だったし、やっぱりまあこれね、決して水を差すわけじゃないんだけど、ゴジラのライバルはコングじゃなくてギドラですよ僕の中ではね。まあこれ何度も言ってるけど、ゴジラの黒とギドラの黄金のこの色味のマッチ具合がもうね半端ない。もう結婚した方がいいんじゃないかなっていうぐらいのこの相性の良さ、いや本当に素晴らしいものをね見せてくれました。では続いて見ていきましょう。続いてはこいつ、シャキンシャキンシャキン、メカゴジラ。はい、こちらは1974年に公開されたゴジラ対メカゴジラに登場したメカゴジラで、ブラックホール第三惑星人という宇宙人が作った地球侵略兵器で、モデルはゴジラ。最初ニセゴジラとして登場し、アンギラスをいたぶりました。フィギュアの高さは 6.5 センチほどで、先ほどのギドゴジと大体同じ高さですね。いやメタリックのシルバーボディが輝いてますね。これのいいところはこう角度によってこう彩色が変わってるように見えるんだよね。単色なんだけど奥行きを感じさせる彩色、いいね。でやっぱり顔の造形も、あ素晴らしいね。これもなんだろう、モンスターズを見てるかのような細かな造形になってますね。口の中のこうミサイルもしっかり造形彩色されてるんだよね。でね、これがいいのがここがね、ウィーンと後ろに向くんだよね。こう後ろ向けに攻撃するようなシーンも再現することができると、この辺の遊び心いいよね。わ、後ろ姿すっげえ迫力あるなこの感じでやっぱりこれ、このリベットとかが細かいね、ブツブツ、この辺の細かなリベットね。で背びれの間にもしっかりこう入ってたりとかするし、細かい本当に。ちょっとこの流れで尻尾も見ていきましょうか。この尻尾可愛いんだよね、ちょろんとした尻尾。でも造形はいいですね。細かい歯とかこの辺の無数のリベット、この辺が本当にザ・ミニチュアっていう感じで素晴らしいですね。この胸部のこのパカパカ、この辺もしっかり造形されてますね。あ、またこのポーズがいいね、グイーンってね、メガゴジラ特有のアチョーみたいな右腕に MG の文字がしっかり造形彩色されてますね。この辺のジャバラとかも抜かりないです。この指フィンガーミサイルもしっかり分離されてるんですよ。この辺細かいよね。足のこのカクカクした立体的な造形も本当に忠実だし、非常にこうまとまりの良いフィギュアっていう感じがします。またこう顔のポーズを変えることによってポーズの印象を変えることができるのもいいですよね。はい、過去の HG シリーズと比較すると、まあこれとこれのちょうど間ぐらいのサイズですね。まあ化け物クオリティと言われたこの HG ゴジラ9と比べると、まあ本当にボリュームはダウンしてますけど、今回のメカゴジラの方がより細かく作られているように思います。歯とか手とかね、こうやって足の裏を比較しても今回の方が細かく作られてますね。あとはこの背びれの大きさとかね、忠実度で言うと今回のメカゴジラかもしれませんね。あとはメタリックなのかマット彩色なのか、この辺は好みが分かれるとこかなと思います。ただやっぱりサイズ的に過去のキングシーサーとゴジラと並べるとちょっとちっちゃいですね。ただまあこういう遊びはできます。はい、一応第2弾の3式気流と比較、やっぱりこうやって比べるとちょっとちっちゃいですよね。うん、まあ昔の HGD プラス大きかったんだね、こうやって見るとね。はい、最後に台座、これも新規造形なんですが、なんだろう、ゴジラやキングシーサーとの最終決戦のあのフィールドに非常に近いものを感じますよね。この樹木とかね、地味にこれ嬉しいな。ね、こうやって置いてやると非常にこう雰囲気出るんだよね。メカゴジラとマッチしてます。素晴らしいね。はい、全体的にこれも非常に細かくて忠実度の高いフィギュアになってました。いや、メカゴジラって商品化多くて人気ですよね。では続いて、ヒュッホッホッホッメガロ。はい、こちらは1973年に公開されたゴジラ対メガロに登場した怪獣で、シートピア海底王国の守護神です。
核実験によって被害を受けたシートピア人が地上人へ復讐するために呼び起こします。ちょっとお茶目な仕草が特徴です。フィギュアの高さは 6.5 センチほどで、まあゴジラとメカゴジラと同じぐらいの高さですね。いやー、来た目柄好きなんですよね。てかね、この映画が僕はめちゃくちゃ好きなんだけど、これも見るからにクオリティが高い。独特な形をした凶悪そうな瞳、そして昆虫怪獣ということから不気味さも感じるようなね、そんな造形なんだけど、意外とね、こう表情豊かというかね、リアクション芸が得意で可愛いんですよね。この触覚の造形とグラデーション、そしてカブトムシのような角、この角のグラデーションもいいんだよね。この黒からシルバーへのグラデーションね、美しい。でこの辺の独特な形をしたこの首飾りのような体表というかさ、なんだろう、こう昆虫の甲羅を折り重ねてそれを服にしたかのような独特な体表もよく再現できてますね。この辺の腕とかもね、めちゃくちゃ細かい。そして手はドリルなんだよね。虫とドリルを合わせるっていうところもすごいクレイジーだ。ここのドリルも複雑な造形なんだけど、しっかり再現してますね。そしてメタリック、この辺のお腹あたりの模様とかも細かいね。っていうかね、これすごいのが、さっき言ったこの虫の毛皮みたいな、こことこのなんだろう、ボディ部分とかの色味を微妙に分けてるんだよね。こうやって引いた時にのっぺりしてないんですよね。こういうところがね、素晴らしいなって思います。うん。そしてこの背中、あーいいね。頭部からのこの模様、めちゃくちゃ複雑だけど、この辺も細かく彩色されてるね。よく見ると表面もしっかり羽のように造形されてるんだよね。わかります？このなんか血管のようなね、造形。これまたパカッて開いて飛ぶんだけど、そこがまた虫好きとしてはそそるんですわ。メガロの尻尾って改めて見るとちょっと可愛いね。うん、トゲもあるんだ。いいですね。あ、この辺虫っぽいね。カブトムシとかセミのお腹感すごいわ。はい、こちら昔に発売された HG ゴジラ8のメガロと比較。まあフィギュアのボリュームは昔の HG だけど、造形の細かさや彩色の忠実度や体のバランスは完全に今回の方が上かと思います。まあ前回の HG はこの複眼のブツブツが良かったですけどね。ただこの角の大きさとか体のバランスも含め、今回の HG の方が良いかなと思います。はい、 HGD+03 のガイガンと比較。これね、結構いい比率なんだよね。最初ちょっとちっちゃいかなと思ったんだけど、うん、ガイガン大きいからね。いや、ここでこうなんだろう、揃えてくるかって思いましたね。はい、そしてゴジラ対メガロセット。いやね、こうやって見るとやっぱり過去の2体の HG がでかいね。いやでもね、このゴジラ対メガロっていう作品は本当に好きで、とにかくね、この4体の怪獣の仕草が可愛いんですよ。てかもっと言うと、登場人物の地上人とかシートピア人もなんか可愛げがあるというか、憎めないんですよね。てかシートピア人悪くないですからね。5分に1回、10分に1回笑えるシーンがあるというか、なんだろう、深夜に友達と一緒にポップコーン食べながら見る映画として最高なんですよ。でやっぱりこの4体の対戦シーンっていうか、2対2のタッグマッチがめちゃくちゃ面白い。見せるとこ見せるし、笑いもあるし、カット割りや演出も非常に凝ってるんですよね。まあ多少過去の映像の使い回しはあるけど、それは置いとこう。とにかく非常にエンターテインメント性の高い怪獣プロレスを見せてくれるんですよ。ゴジラが活躍するのが映画の残り時間15分からですからね。それまでほぼジェットジャガー対メガロみたいな感じですから、それでもめちゃくちゃ面白いんですよ。なのでまだ見てないっていう方はね、ぜひゴジラ対メガロ見てみてください。はい、最後に台座。地面の部分はメカゴジラとほとんど一緒な感じですね。でエフェクトはこのクリスタルの結晶体みたいな感じなんだけど、これ何なんだろう、爆撃かな。こう前回のスペゴチアリトルについていたこのクリスタルの結晶体エフェクトにちょっと似てるんだよね。こんな感じでスペゴジにも全然使えますよね。これいいね。メガロだとこんな感じ、まあ、爆撃のこう白煙みたいな感じなのかな。そうやって見るとそう見えてくるね。いやでも何はともあれ素晴らしい出来でした。はい、というわけで今回は HGD+ ゴジラ05をご紹介させていただきました。いや、クオリティ高かったですね。やっぱり前段から確実に造形のテイストが変わってますね。非常に安定しているし、劇中に近い造形になってます。で、平成と昭和のバランスも良かったですね。何よりね、キングギドラいいんだけど、ギドゴジが発売されたのが嬉しかったですね。
だって HG シリーズで過去に発売されてないんですから、そこが嬉しかったです。そしてなんと今年の4月に06が発売される予定です。で、全4種なんですけど、今んとこ決まってんのがメカゴジラ1993平成ですね。てかメカゴジラめっちゃ人気だよね。キリュウ、昭和、平成とこれで揃うわけですから。で、もう一つはなんとゴジラシリーズではなくモスラシリーズから水中モスラっぽいんですよね、この子ね。いや、まさかですよこれは予想できませんでした。で、残り2体はまだ未発表で、まあ流れでいけばゴジラ1993とモスラ2の敵のダガーラなんだけど、まあダガーラはもしかしたらあるかもしれないけど、ゴジラ1993ラドゴジはないと思うんですよね。モゲゴジが発売されてるからちょっと被るじゃないですか。あとは時期的にゴジラとコングの可能性もあるけど、なんとなく違う気がするんですよね。まあでも1体は必ずゴジラでしょうから、まあもしかしたら昔の HG を踏襲する流れでバーニングゴジラとデストロイヤっていうのもあるかもしれないですよね。そしたら泣くまあでもバランス的に昭和の可能性もあるし、良ければ皆さんの予想もコメントください。とにかく今回は大満足でした。はい、そんな感じで今回もご視聴いただきありがとうございました。それではまた。